札幌ドームからお伝えしてまいります。北海道日本ハムファイターズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そうでしょうね。まあですからね、ランナー一人どう生かすかというところでしょうね。はい、そのあたりに注目していきましょう。今日はボールが多く苦しいピッチング、球種の割合はご覧の通りです。6回の裏、日本ハムファイターズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。近藤がバッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ファイターズ打ちました。ショートゴロ、ショート取った近藤、これが自身本日の初ヒットになります。ノーアウトランナー一塁です。バッターは DH 中田。先ほどの打席はサード打ちました。ファースト取った、二塁を送ります。セカンドフォースアウト、一塁送球アウト、ダブルプレー。バッターボックスには5番渡辺。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。打ちました。シュート一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ファイターズ結局3人で攻撃を終えています。6回終わって2対1、ホークスが1点をリードしています。残念ながら日本ハムファイターズ敗れてしまいました。西さん、やはり今日は相手がエースだったということで打線は相当手こずりましたね。そうですね、今日はなかなかうまくいきませんでしたね。明日以降の修正に期待したいですね。勝ったホークス、大量点を取って大勝ということになりました。一方のファイターズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはファイターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。